全世界の皆さんこんにちは、こんばんは、タナです。本日はハートランド朝霧に来ていまして、土曜日なのでかなりね賑やかです。で今日ね、これから5組目のキャンパーさんに突撃するんですけれども、やっぱね来るたびにどんどんねお客さん増えてる気がするんで、みんなねもっとハートランドに来てください。じゃあちょっと行ってみましょう。こんにちは、どうも。こんにちは。はじめまして、タナチャンネルのタナと申します。はじめまして。こんにちは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 。タナチャンネルのタナです。いいですね、楽しそうですね、はい、今日はあれですか、ご家族で。そうです、そうです。何名でいらっしゃったんですか。子供が4人いるので、はい、6人で来ました。6人、はい、一番下の子がおいくつなんですか。1歳3ヶ月。1歳3ヶ月。一番上はが小学校2年生です、ね、小学校2年生、はい、お兄ちゃんが、はい。今キャンプはなんかどれぐらいも期間がやられてるんですか。は、多分今日2回目。あ、2回目です、はい、で僕も5回目か6回目ぐらい。それでこれ揃えたんですか。そうです、そうです。一気に揃えましたね。一気に揃えましたね。最初2年前に、はい、会社の上司が連れてってくれて、はいはいはい、それですごい楽しくなっちゃって。なるほど。もともとなんかデイキャンプとかやってたんですけど、うん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 、キャンプはっていうちょっと億劫なところがあったんですけど、それをきっかけにね。でも結構最初嫌がってて、ね、やっぱその嫌だった理由ってなんか どういうのがなんかちょっとあーって感じでした。大変。そのやっぱ人数多いんで洋服準備したり。なるほど、準備とか片付けとかも。実際どうですか。まあまあ言うても大変、うん、大変ですね。でもやっぱり景色がすごいいいから、そこはすごい、まあ、来たら来たで良かったなみたいな、はい、そうですね。やっぱあれですか、そのお子さんのこう準備とかがやっぱこう労力的なのは割とかかるっていう。そうですね。あと私が手伝えないから一人でやったりするのがちょっと大変、かわいそうかなって思って。あ、そうか、節電ですね。そう、どっちかが子供担当でどっちかが節電になっちゃうから。確かに、そうかそうか。さすがに野放しにするわけにいかないですもんね。こんな広いとはいえ。そうですね。なるほど。じゃあお子さんも今じゃあ2回目とかって感じですか。一番下の、そう、一番下と下の2人は、はい、うちの妻と一緒に2回目なんですけど、うんうんうん、こっちの2人は僕が結構その友達とか会社の部下とか連れて行ったりするときに連れてくんで。あ、そうなんですね。一緒の回数ですね、多分5、6回目ぐらい。はい。本当でも一気に揃えられましたね。車もだってハイエースでキャンプ用で買ったんですけど。キャンプ用で買ったようなもんですね。すごいですね。違うよ、お出かけ用だよ。いやいや、でも本当年末ぐらいに買ったね。あ、そうなんですか、うん、ちょっと怒られながら、まあ、決済が ね財務大臣が許可が出ないとですもんね。そうですね。今までじゃあその、まあ、4回、4、5回行かれて、はいはい、なんか思い出に残ってるキャンプ場とかあったりしますか。この間行った湖の最古キャンプ場。最古、最古の自由、はい、ありますね。はい、ありますね、はい、よかったです。よかったです。はい、どんな感じでした。いや、もう景色っていうかロケーションがもう抜群でした、ね、もう湖の目の前ちょっとね、はい、湖の目の前、うんうんうん、あとあそこも良かったな。イレブンオートキャンプ場って千葉にあるんですけど、はい、なんかラジコンのコースとかが、あ、あそこもう一回行きたい。そんなに良かった。うん、あ、そこはまあ良かった。子供はすごい楽しんでたかなと思います。じゃあテントとタープはこの一張りで、まあ、来たみたいな。 これまで。あ、それ、いや、一発目。それがそのデイキャンプをやってる時に、はい、自分の親父が結構いろいろ連れてってくれて、はい、ロゴスの多分30年前だと思うんですけど、水色のなんだろうタープは、うんうん、もうずっと使ってたんで、うんうんうん、本当にキャンプやるってなってからこれが初めてですけど。そうなんですね、うん、ロゴスだったりなんかコールマンだったりちょっといろいろは持ってたんですけどね。でも本当のテントはこれが最初ですかね。なるほどね。いいですね。どうですか、心地いいですか。やっぱり心地いいです。なんか でかいというか広いじゃないですか、うんうんうん、6人だからいいかなって。今これ座られてる椅子なんですけど、はい、これはどっちなのですか。これは、はい、バンドックだったかな、はい、で
子供たち用に買ったんですよ、はい、ただもうすぐ汚れちゃうのと、あ、確かに確かに、でこれキャプテンスタックのカバーなんですけど、うんうんうん、サイズちょっと大きいですけど、うん、これ汚れないように、汚れないようにと、あとそれぞれ上3人が、はい、あの自分これってちゃんと選んで選んで1人でセットできるように、かなりこう ロースタイルというか、ロースタイルですね、やっぱり椅子から落ちちゃうのが怖い、そっかそっか、お子さんは危ないからですね、はい、うん、確かに確かに、あ、そういう道具のチョイスの仕方なんですね、そうですね、だからこれも低くしてやってるわけだ、はい、他に何かこう お子様がその連れていくからちょっと気をつけてることとかあったりします、特別気をつけてること、あれですね、そのおもちゃというか、うん、ラジコンだったりシャベルだったり、うんうん、まあ、ああいう時間が潰せるような、そうですそうです、なるほどね、確かにあれがあるとなしじゃ暇にならないですもんね、はい、あ、でこのテーブルはこれどこのですか、これもバンドックです、あ、バンドック、はい、これ結構コンパクトになるんですか、なりますね、あのコールマンのあのロールテーブルと一緒ぐらいですかね、はい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 、足が畳めて、うん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 、はい、じゃこれが、まあ、いわゆるこうメインのテーブルにしてると、そうですね、はい、いうことですね、ありがとうございます、じゃちょっとあのこの辺も聞きたいんですけど、じゃまずこちらでかいですね、これこれが、はい、イグルでしたっけ、はい、の黄色と赤のやだったんですけど、あ、なるほど、塗ったんですね、もう今剥げてきちゃって塗ったんですよね、はい、でこれ下がネイチャーハイクの、そうです、なんか水バケツ、水受けですかね、はい、でこれは別のとこですよね、それ100均 で、はい、作りました、あ、これ水入れてるんですか、水、はい、今日入れてないですけどまだ、うんうんうん、でこちらがまだセットしてないんですけど、うん、この辺はもうキッチン周りで、はい、これからです、うんうんうん、はい、あ、どうですかこのスタンレー、はい、これいいよね、あ、すごいいいです。いいですか。はい。明日まであったかかったりします。あ、明日まで。はい。お湯入れておけば朝まで、はい、うん。沸騰させてたお湯すぐ入れると、うんうん、明日の朝ぐらいまであったかい。あ、そうなんですか。はい。いいですねこれ。夏用グッズみたいなあったりします。夏用グッズあります。はい、ちょっと車の中になるんですけど、はい、マキタの扇風機と、あとクレイモアでしたっけ。これと。あ、扇風機2つあるんですね。扇風機系ですかね。暑いから。はい。足が今どっか行っちゃいました、ね。あの三脚っぽいやつですよね。そうですそうです。うんうんうん、この2つで。はい。涼しく楽しめるように2つ用意してるってことですね。はい。で、これもホット。これで寝るんですか。いや、これはもう荷物置きですね。とにかく。あ、まあこういう風に最初下ろして準備するときとか。ええ。ちょっとあのもう車の方来ちゃったんで、せっかくなんでこっちも聞きたいんですけど、はい、まずこれなんですかこれ。これは。はい。これすごいなんかかっこいいですね。これもなんかそのこういうターコイズブルーみたいのがちょっと好きで、はい、これもさっきのあのジャグと一緒で塗ったんですよ。自分で。はい。めちゃくちゃ器用ですね。あ、でこれはまあいろいろこう食器とか、そうですそうです。あ、ジップロックとかアルミホイルとか、はい、うんうん。こういうのは毎回あれですか、こうキャンプに来るときに毎回詰め替えてますか。いや、ほとんど詰め替えないですね。まあ、キャンプ用に。キャンプ用にもう置いてないんですね。はい。じゃあ部屋から下ろすんです。あ、いや、もうこの車に積んじゃってます。あ、そういうことですね。はい、うん、まあ、確かに毎回やってたらもうとんでもないしんどくて、しんどいですよね。うんうんうん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、でこれ車は、はい、これはハイエースワゴン、ハイエースワゴン、はい、大きいってことですか。大きいですね。横が縦が、横と縦と長さと、あ、全部大きいんですね。多分大きいと思います。あ、これ相当もうなんか家みたいになってます、ね、家みたいな。もうしかもこれ車中泊できるんですか。あ、そうです。あの一応フルフラットに3列目と4列目はなってて、あーはーはー、こことあそこですね。そうですそうです。でここでも何回か寝たんですけど。あ、みんなで3人ぐらいですかね。うんうん、うん、はい。となるとこれ何人乗れるんですか。 1,2,3,4、うん、で5,6でこれが後ろ向きに乗れるところがあって。あ、そうなんですね。そうなんです。だからこれを全部剥がして、はい、ここだけ残してあげて、はい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 、5,6,7,8,9,10 10人乗りなんですよ。すごいですね。じゃあこの メンバーだったら6人だったらまあそうですね、余裕で。そうですね。あ、ジャクリーがあるじゃないですか。あ、ジャクリー、はい、電気カーペットというか
寒い時に、はい、使ってました、うんうんうん。これなんか他にこう車の中をこう改造してるとかあるんですか？これなんですか、そもそも。これは、はい、網戸みたいな。あ、すごい。こう防虫ネットみたいな感じで。あ、すごい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 。ハイエースすごい中熱くなるんですよ。あ、そう、ね、クーラーつけてないと。つけてないと。あ、じゃあ夜はこれで寝るんですか？まあちょっと怖いですけどね。あ、そうですか。昼間とか車の中でゆっくりしたいときにこれと、うん、後ろがもう同じようなネットがあるので、はあはあはあ、一応風が、まあ、入ってこないような。そうです、ね、でも通気性がいいと。はい、これあのちなみにこの車、これどこで買ったんですか？これはあのフレックスさんですね。フレックスで、はい、ああああ、見た目がとにかくすごい好きだったというか、うん、あ、これが、はい、これはもう要するにもうフレックスさんでもうオリジナルで改造されたものを。そうです、買ったということ。例えば なんかどういったところが。前の顔がちょっと古っぽいというか角目になってて。いいですね、はい、でかいっすね。でかいですよね、ずっしりしてて、はあ、はい、はあ、でこれ、このレザー。そうです、それも、はい、あ、本当だ、フレックスって書いてある、はい、で、後ろが、あ、これがですね。そうですね、うん、あ、でここまで来るんですね。そうなんですよ、はあ、ただやっぱりこの積む時に、はい、とにかくこの床下というか、はははそれを全部剥がして積んでいくので。あ、まずは、まずは 1,2,3,4 枚ぐらい。そうです、そうです。あ、それがやっぱちょっと手間で、あ、物によってはその3列目まであって、後ろがこう2段ベッドみたいになってる、うん、もう花からないやつですね、はい、ここが。そっちの方が良かったかなとかいろいろ思いながら。あ、そうなんですね、はい、まあ、買ってからはちょっと気づくというか分かったことがいくつかあるんですね、はい、まあでもこれは大人の秘密基地感、まあ、子供もそうでしょうけど楽しいですね、うん、はい、すごい楽しんでます。で、このタープ、これは何ですか？タープはこれ小川のレクターの一番でかいやつですね。これ貼り方面白いですね。そうですね、毎回毎回いろんな貼り方試してるんですね。試してますね。ちょっとこう高さを変えたり、はい、そうです、一番最初からこう上げて下げてたり。うん、はい、あ、でこれ車にも連結してるんですね。あ、そうです、毎回やるんですか？これそうです、この金具を、まあ、その時につけて、はあはあはあ、キャプテンスタックのやつなんですけど。これが、はい、そんなの出してるんだ、はい、ここにつけられて。うーん、毎回やってます、はい、もう挟むだけみたいな。挟むだけ、はあ、これもかなりでかいですね。これでかいですね、まあ、しかもなんかこの行き来しやすいようになってる感じですね、はい、はい、で、またこれ、あ、これあのハンモック。あ、これは要するにこう設置型のやつですよね。設置型のやつです。これも全然あの大人乗っても大丈夫ですか？大人、はい、僕が乗っても大丈夫な感じです、はい、これあるとやっぱ子供が確かに遊んでられるんで。これちなみにおいくらぐらいするんですか？これ安いですよ、6000円ぐらいです。この鉄セットですか？そうです、そうです。そんな安いんだ。これどこだっけな、フィールドアだったかな、はい、これを取ってこうくるくる丸めて。これはどんぐらい小さくなるんですか？もうここの幅ですね。あ、こことこれを折りたたんで、はい、あ、なるほど、はい、で、これテントはこれは何ですか？これ小川のティエラ・ラルゴ、はい、ティエラ・ラルゴ、はい、じゃあ、まあ、あれとセットで買ったわけですね、一緒に。そうですね、でこれ実はもらったんですよ、はい、え？その会社のなんかめっちゃいいじゃないですか。お金持ちな会社の人がいて、友達がいて。最高の会社じゃないですか。で、うん、あのすごいテント悩んでたんですよ、うんうんうん、で最初ワンポールにしようかなとかずっと悩んでたら、うん、これあげるみたいな。で、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。でその時知らなかったですよね、この小川自体を、うん、そのまだやりたてだったから。そうです、調べてたらあれ結構いい、結構いいですよ。で、どうせだったらタープは合わせようと思って、あれは自分で買いました。そういうことですね。そうなんです。これあのお一人で建てられたんですか？まあ、ちょっと手伝ってもらいました。ちょっと手伝った、はい、さすがだ ね、ちょっと手伝ってもらって。どれぐらいかかりますか？30-40分はかかりますね、はい、まあ、ちょっとずつこう早くなってくるみたいな、ね、はい、で、あ、ここに焚き火系のツールがありますね、はい、この焚き火台はユニフレーム、はい。で、この周りは何ですか？これ尾上さんのですね。あ、尾上製作所さんですね、はいはい、あのこの動画にもコメントくれるような。あ、そうなんですか。いいですか、やっぱ、はい、いや、いいです、いいです。こう2分割で、前回は、はい、あのもうここだけ使って
で前にあのどういうことですか、ここだけってこれ分なんだこう分けられるじゃないですか。あ、そういうことですね。はい、2つだけ使うってことですか。2つだけ使って、で人膜みたいのを前に貼って、あ、はい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 、はい、あこっちでですね、そっちに貼って、うんうんうん、で残りの2個を中でテーブルで使ったんですよね。なるほどね、そういう使い方ができるんですね、はいはい、でじゃあちょっとテントの本当はこれからあのラグを敷いて、はい、いろいろやろうとしてたところ、ちょっとお邪魔してもよろしいですか。あ、どうぞどうぞ、はい、すいません失礼いたします、はい、お邪魔します、こんにちは、お邪魔してます、はい、広いですね。広いですね。これ何人用です？5人だったかな、はい、5人、はい、なんかむしろ、まあ、ここでゆったりしたらいけるぐらいですね、雨とかだったら。そうですね。あ、まあ、全室が結構広めで、これ何引いてるんですか今下。これはなんか小川のそのクッションの、あ、まあ、こうやってこう寝転んでも全然痛くないよと。はい、でいつもは基本的にはタープの前で、はい、タープのとこでやるって感じですか。大体そうです、こっちというよりは。そうです、うん、もうこっちはなんかこうやってこうお座敷みたいにして、そうですそうです、子供が、まあ、あ暴れてもいいよ、ね、そういうことですね、はい、でこっちはどうなってるんですか。この中ここはここで寝るんですよね。寝るんですけどまだあの何も敷いてない。あ、ここが寝る空間。そうです。ここでじゃあ6人寝るんですか。なんで僕はこっちとか、うんうんうん、はい、外で寝ちゃいますね。ああそうなんですね、はい、うん、まあ、4人ぐらいだったらって感じですかね。まあ大人だったらまあ2、3人、うん、そうですね、3人ぐらいがちょうどいいですかね。3人ぐらいかな、はい、じゃあお母さんと子供って感じですね。そうです。うん、で後でそのコールマンのあのインシュレーターマット敷いて寝ようかな、ちょっと寝心地よくしていくって感じですね、はい、なるほど。いやー本当なんかとても賑やかなサイトですいません、あのとても楽しかったですすいません、あのどうもありがとうございました。今日も楽しまれてください。ありがとうございました。